ぼっちちゃんの第8話が放送されました。神回すぎて今震えてる。前回からの流れで台風だったけど、なんとかライブは成功できましたくらいの両エピソードだと思ってたら全然違ったね。前半のぼっちちゃんの覚醒ライブと後半のにじかちゃん姉妹の過去と本当の夢の話。そんなにじかちゃんに感化されたぼっちちゃんが自分の夢を見つけて、最後にタイトル回収とか構成に演出に完璧すぎたよ。ツイッターの件数も20万超えてて、何件もトレンド入りしてるし、8話のデータが今まで以上に跳ね上がっとる。まだ今も興奮が冷めないんだけど、とりあえずレビューしていこうか。まずは前半のライブシーンだね。この微妙な空気感は胃が痛くなったわ。バンドやってた人なら何度も経験あると思うんだけど、本当にきついよこれ。ぼっちちゃんファンの2人の女の子が、最初は盛り上げようと笑顔だったのにどんどん盛り下がっていく感じとか、リアルすぎてこっちまで心臓バクバクだったよ。演奏もなんか微妙に下手じゃなかった。普通にズレまくってたし、北ちゃんの声の上ずり具合とか、ある意味下手さ加減が上手すぎたね。でも、そんなピンチを打開したのが、覚醒したぼっちちゃん。ソロのカッティングリフから入る新曲で、一気に空気を変えるんだ。BA さんも空気読んで、めっちゃいい仕事してたよな。ボザロの楽曲は主人公がギタリストなだけあって、バッキングや音色含めてギターがとにかくかっこいいんだよね。ちょっとうるさくて邪魔してるくらい裏で鳴ってるんだけど、ある意味、承認欲求が強いぼっちちゃんらしい演奏だと感じたよ。そしてそんなぼっちちゃんの演奏に共鳴して、他のメンバーの演奏も本来の力を出せるようになり、ベイの二人組はもちろん、最初は興味なさげだった他の観客にも、結束バンドの魅力が伝わっていく熱い展開。実際にこんなことあるん？それがあるんだよ。他の作品で見かける展開だと、途中からほとんどの観客がうおーって、謎の盛り上がりを見せたりするけど、ボザロの展開はアマチュアバンドのリアルな描写になってるよ。そして後半は打ち上げパート。相変わらずギャグパートもキレッキレやったな。もう5分動画じゃ語りきれないくらいのセンスの塊だったけど、発作からの顔修正シーンからの学園ハンサム展開は、さすがに笑ったよ。そして話題は進路や将来の話に。楽しい打ち上げやのに、社会人の辛さをリアルに表現するのはやめてくれ。あんなテンプレ営業成績グラフとか飛び込み営業って、今時あるの？知らん。でも、仕事辛くて部屋が汚くなって叫びたりになるシーンは、割とリアルだよね。そして、大人組からのありがたいアドバイス。気楽に楽しく活動すること、夢を叶えるプロセスを楽しむことが大事、成功することばかりを考えると暗くなるだけ。昔バンドやってた時って、とにかく食えるようになることを目標にしてがむしゃらに走ってたから、こんな生ぬるい考えは意識したことなかったけど、今思うと、こういう心の余裕こそ、すごく大切なことなんだと思ったよ。もちろんこの考えがあれば成功するとか、簡単な話じゃないけどね。ただ、この考え方は、音楽をやめた後でも、音楽を好きでいられるきっかけになると思ったよ。そして話はにじかちゃん姉妹の話になり、姉の聖火さんが人気バンドを辞めてライブハウスを始めた理由が、妹のにじかちゃんのためだったことが判明するんだ。ここのシーン、普通にいい話すぎて泣いたわ。自分の夢よりも妹の笑顔や、妹のためを思って行動できる聖火さんにも泣けるし、そんな姉のために自分自身が姉の分まで人気バンドになることと、ライブハウススターリーをもっと有名にすることを考えるにじかちゃんが、さらに泣けるんだよね。そしてにじかちゃんは、初ライブの時や今回のライブで、どうしようもない状況になってもぼっちちゃんが助けてくれたことに感謝して、今のメンバーへの思いの丈を話してくれるんだ。まさにギターヒーロー。この二人の会話シーンでギターヒーローの存在がバレて、ネット上だけの存在ではなく、本当の意味でぼっちちゃんがギターヒーローになれるって展開が、またエモいよね。そして、そんなにじかちゃんの言葉や思いに応えるように、ぼっちちゃんも自分の目標を見つけて、みんなの結束バンドを最高のバンドにしたいって夢を話すんだ。めっちゃいいこと言った後の、売れて学校中退したいわ、わろたわ。そしてにじかちゃんは、ぼっちちゃんのロック、ぼっちザロックを見せてくれと言って、特殊エンディングで8話が終わるんだ。前半のライブも良かったけど、やっぱり後半の5分くらいが本当にやばいよね。今までの1から7話まで積み重ねてきたいろんなエピソードや思い出が、8話で一気に繋がって、にじかちゃんはぼっちちゃんに助けられ、ぼっちちゃんもそんなにじかちゃん含む結束バンドに出会ったことで、人としても成長する。1から7話がただのギャグや日常会じゃなくて、しっかりと8話に繋げてくれ、意味のある話になってたことが、驚きとともに感動したよ。あと8話まで見た感じやと、にじかちゃんってもう一人の主人公くらいの活躍してるよな。作画もにじかちゃんだけいつも気合入ってるからね。最後のぼっちザロックのタイトル回収からの特殊エンディングは、話の持っていき方や演出が完璧すぎて、逆に変な笑いが出たよ。最終回まであと4話。さらなる盛り上がりに期待したいね。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。